ドキドキしちゃおうか。ほら一緒に行くせ。
論会2023イエーイ。はいはい、梅雨でね、まじみじめしている季節ですけども、この配信を見てみんなでスッキリスキスキしちゃいましょう。回転だスッキリスキスキ、回転だよスッキリスキスキしちゃいましょう。みんなスッキリスキスキってこういうこと？あ、こういうこと、こういうこと、スッキリスキスキ。はい、みんなそんな感じでね、やってまいりますよ。はい、ではここから自己紹介いきます。私、クッシー、ロゼリア、みなとゆきの役の相葉愛太です。よろしくお願いします。そして、はい、コンバンドリー、氷川沙耶役の工藤遥です。はい、工藤遥。はい、ごきげんよう。モルフォニカボーカル、倉田真白役、新藤宗です。お願いします。ごきげんよう。キリガヤトーク役、菅田ひなです。イエーイ、お願いします。はい、こんばんは。レーザー水蓮ベースボーカル、レイヤー役のレイチェルです。お願いします。はい、というわけでね、今回は5人でお送りしておりますよ。はい、お送りしていきますよ。はい、始まりました。もう夏です。夏です。夏です。半袖。はい、半袖です。半袖。半袖半袖。でもだいぶね、ジメジメしてきましたし、梅雨ももうすぐ明けるとか明けないとか。結構梅雨感じてる。全然感じてる。バラバラですね。発表会が心配になったんですけども。はい、はい、この番組はですね、バンドリガルパ夏の大発表会2023というタイトル通りですね、バンドリプロジェクトの最新情報を発表していく配信となっております。もちろん初出しの新情報も盛りだくさんでお届けしますので、皆さん最後までお見逃しなく。はい、はい、前半はですね、バンドリの今年下半期の予定についてお届けします。後半はガルパのコラボキャンペーンや新曲について配信予定です。番組の感想はこちら、ハッシュタグバンドリガルパ大発表会、こちらをねつけてツイートよろしくお願いします。あとコメントもねいっぱいください。お願いします。はい、こちらですね、大きなスケジュールパネルね、気になるでしょ。私じゃないのよ。そうなの、ここに私たちが今から埋めていくのよ。私たちの力で埋めるんじゃいっていうことでね、埋めるんじゃい、埋めるんじゃい、入らせていこう。埋めるんじゃい、好き好き好き。ではいきますよ。始めていきます。皆さん最後の最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。はい、ではでは行きます。バンドリガルパ夏の大発表会2023、はい、まずはですね、今月最初の夏の大発表会はこちら。レイちゃん。はい、明日レーザー水蓮の11枚目のシングルネメシスがリリースされます。よっしゃ。はい、こちらはですね、表題曲ネメシスをはじめ、エクスポーズ、バンナードとテイキンマイハートの英語詞バージョンを収録しております。ブルーレイ付き生産限定版には昨年9月に開催されましたバンドリテンスライブ Day4 の映像が収録されております。うん、はい、どんな曲ですかこちら。いや、もうね、レイザー水蓮がこう世界にまたね、新たに立ち向かっていくかっこいいサウンドです。なんかね、異国情緒あふれる、なんかこうメロから入っていて、すごい重厚感あふれる、ライブ映えする楽曲となっております。ぜひ皆様ぜひチェックしてください。はい、はい、こちらですね、サブスク事前予約も本日まで行っておりますので、皆様ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、同じく明日ですが、ハローハッピーワールドセカンドアルバムスマイルオンパレードがリリースされます。ハローハッピー。セカンドアルバムには新規楽曲5スマイルオールインをはじめ、初収録となる楽曲やカバー楽曲など全23曲が収録です。ハロハピさんの笑顔あふれる楽曲がたくさん詰まったアルバムとなっております。さらにリリースを記念して現在サブスク事前予約キャンペーンを開催中です。サブスク予約をしていただいた方全員にスマホ壁紙をプレゼント。キャンペーンは本日までとなっております。ご予約はお早めに。かわいい。はい、まだまだハロハピの情報は続きます。先日ガルパに追加されたばかりの、君をレッツハブファン音楽配信が実施決定です。イエーイ。なんとですね、はい、本日24時から早速フルサイズが各音楽配信サービスにてお聴きいただけます。早い。はい、ぜひお楽しみに。さらに、今後の音楽配信についてのお知らせです。はい、
これまで音楽配信サービスで未配信だった楽曲の中から随時配信をスタートしていくことが決定しました。はい、まずはこちらに表示されている楽曲の配信が決定しています。皆さんの大好きなあんな曲やこんな曲が配信でも聴けるかもとのことなので今後お楽しみに。ラッサンも入ってますね。入ってますね。舞台バージョンのですよね。ステージって書いてあります。超いいじゃないですか。すごい。これぜひ聴いてください。はい、楽曲に続いて、配信の情報です。あさって6月29日のバンドリ TV ライブはなんとスペシャル放送。はい、あさって6月29日、あ、ここは読みました。はい違います。パート1ですね。パート1ではハローハッピーワールドセカンドアルバムスマイルオンパレードリリース記念スペシャルと題しまして、ハローハッピーワールドから鶴巻心役伊藤美久さん、北沢はぐみ役吉田優里さん、松原かのん役豊田萌さん、ミシェル役ミシェル奥沢美咲役の黒沢智代さんが出演されます。はい、いっぱいです。はい、はい、ということでなんとこれ、ね、これ埋めてっていいんですか。もうこれが6月だけの情報なんですけども、6月だけですごいあったんで、はい、皆さんもうちょっと張ってここに埋めちゃって。オッケー、埋めちゃうよ、埋めちゃうよ、埋めちゃって、やりましょう、やろうやろう。おー、なんかすごい、なんかあ、すごいすごい、いっぱいあります。お、とりあえずじゃあ張ります。やったー、なかなかないんじゃないですか、自分たちで貼っていくって。これはちょっとドキドキしますね、パズルみたいな。あ、いいね、埋めていく、いいね、私たちのいいです、ね、後半上半期、下半期が埋まっていく。下半期ね、上半期埋まっていく。あ、そうですね、埋まっていくよ。埋めていくんですよ、ね、これはありがとうございます。あれました。これ合ってるよね。でもいい感じ。これはもう6月28日ゾーンです。明日ゾーンじゃん。そうです、そうです、本当だ、明日ゾーンですね。まだまだね、いい感じじゃん。こんな感じでね、月ごとに情報をお届けしていってこうやって埋めていきますので、はい、皆さん一緒に私たちと埋めていきましょう。はい、はい、では続いては7月と8月、はい、夏の情報に行きましょう、うん、まずは夢の決勝の情報です。お、はい、夢の決勝より7月12日にポピーファーストアルバムインフラクテセンスとローズファーストアルバムブリューテンスタンドをリリースします。クリエイターさんの楽曲をはじめ、ポピーとかすみ、ローズとユキナのデュエット楽曲も収録されております。ユキナとローズ一緒に歌っておりますんでね、うん、ぜひぜひポピーとローズ合わせてチェックしてください。はい、本当にもうあの視聴動画も上がってるんですけど、うんうん、YouTube にすっごい盛りだくさんになってる内容なので、うん、そう、クリエイターさんもねすごい強くてですね、はい、あとこちら1000個限定グッズ付き特典とかもありますので、うん、ぜひぜひ皆さんね、こちらアクリルスタンドと特製スリーブ&フレーム付きということで、うんうん、もう本当、うん、今しかゲットできないものになるんじゃないかなと思います。皆さんぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、はい、続いてはアムです。あ、私だ。はい、続いてはこちらです。どどん、はい、ということで7月よりモルフォニカ絶舞ツアーフォルテを開催します。よっ、ありがとうございます。こちらモルフォニカが透明版に遊びに行きますよ、うん、はい、現在チケット一般販売受付中です。先着順でなくなり次第終了となりますので、迷われている方お早めに、いや迷われているんだったら絶対に来てください。よくやるなら行け。はい、もうね1ヶ月切ったんですけど。そうなんですよ。どういや、もうやばいっす、やばいっす。どういう、いろんな意味でやばいんですけど、まあ、皆さんに言いたいのは、うん、またもうめっちゃやばいっす。やばいっすやばいっす。やばいっす。これ3公演全部来た方がいいぐらい、そう、モニカ、すごいじゃん。なんかいいヒントなんじゃないのこれ、なんかもう瀬戸り気になりますね。まあ、日替わりつうやつかな、ツアーならではって感じでちょっとまあやらせていただいたりだとか、うん、いいね、マジで、そう、なんか今までいろんなライブを単独やってきたんですけど、うん、また違ったモニカが、ね、みんなに会いに行っちゃうからねって感じです。いいね、ですね。いいね。そうですね。このさ、フォルテっていう意味もさ、こう力強くみたいな意味ですけども、はいはい、どうなんですか、そうですね、関係してたりする？まあ、やっぱりそのモルフォニカが活動、うん、
を始めた時期から今までが結構こう活動がやりにくい、ね、声出しとかができなかった、ね、声出しとかもできなくて、ね、そう、その期間だったんで、そこからそうそうもっと強く本来何かが届けたいものを、だって単独で声出しあるの初じゃないの。いいね、そうなんですよ、楽しみ。それはお客様もさ、バンドリーマのみんなもさ、もうそれはもう待ってたよ。そう、もうしかも距離近いじゃん。そうなんです、ね、だからそんな風に皆さんの声も合わさってフォルテできるような瀬戸りを組んでます。そう、瀬戸りもグッズも私たちの好きが集まってるんで、ぜひぜひこの熱いライブ来てくださったら嬉しいです。大阪公演7月20日、はいはい、木曜、ゼップ大阪ベイサイドで、うん、名古屋公演が9月6日木曜のゼップ名古屋、うん、東京公演が10月5日木曜、ゼップ羽田となっております。全部平日なんですけど、はい、来てください、うん、お願いします。もぎ取ってくれ、休みもぎかのために休み使ってくれたら嬉しいな。これは期待大とかね、コメントも、ね、いいですね、お願いします。はい、ではでは続いてはこちら、ブルーレイバンドリーガールズバンドパーティー2022。昨年11月に開催されたスペシャルライブがついに映像化。ベルーナドームにて実施した全バンドの演奏を余すことなく収録させています。またライブの様子が収められたフォトブックレットは見応え抜群でございます。来月26日リリースですので、ご予約お待ちしております。はい、そして続いての情報ですが、全国高校軽音部2000校分の1を決める大会スニーカーエイジ、昨年に引き続きバンドリのキャストがゲスト選考員として地区大会に参加させていただくなどなど、様々なコラボレーションを行っております。今回なんとですね、バンドリから沖縄大会と東北大会、九州大会に選考員として参加するキャストが決定しましたよ。こちら、はい、沖縄大会にレーズアスイレンチュチュ役宇都木梨沙さん、東北大会にレーズアスイレンパレオ役倉地レオさん、九州大会にロゼリア白金凛子役志崎香音さんが参加いたします。スニーカーエイジは高校中学の軽音楽系クラブによるコンテスト形式のフェスティバルで、今年で第3回を迎えます。バンドリもねこちら応援させてもらっていますが、ね、あの5月28日に開催されたレーザースイレンライブのエクスクラメーションハイランドのオープニングアクトに、確かにね、近畿情報高等専修学校軽音楽部さんご出演ということで、すごい、なんかさ、高校生といえどもなんかすごいよね、クオリティ高かった、クオリティ高かった、さすが優勝校。いや、本当にでも夢がありますね、この部活、軽音部からこうやって実際に大きなステージで演奏するっていうのがさ、できるっていうね、ね、バンドリならではのコラボかなと思いますので、はいはい、こちらですね、あの3月に配信した番組でも実行委員の戸田さんに熱い話を聞けましたのでね、ぜひぜひこちら改めてあのよろしくお願いいたします。はい、各地区グランプリ大会のスケジュールはこちらなっております。すごい、本当全国各地、はい、行きますよ、あ、本当だ、私もね、行くんです、こういう風に、そうなの、あれ、行った去年行った、私も去年も行きました。本当ですか、はい、このようにですね、みんな行ってすんごい迫力だよね、ね、本当に青春だった ね、 ね、予選から暑いですよ ね、 ね、暑い暑い暑い、暑い、なんかちょっと羨ま、軽音部だったからさ、羨ましいなと思った、あら、この環境が、はい、なのでね、ぜひもしこう見てるバンドリーマーの皆さんでね、今から高校生になるよみたいな方は、ぜひなんかやりたいっていう気持ちがあったらちょっと嬉しいですね。はい、ということで全国大会は12月26日東京ドームシティホールで開催されます。お楽しみに。ではでは続いては8月の情報に行きましょう。はい、8月はこのイベント情報からです。ダン、8月11日にポッピーパーティー単独イベント、ポピバンのお出かけインサマーが開催されます。よ、現在チケット最速先行抽選申し込み受付中、好評発売中のポピパーティーミニアルバム青春 To Be Continued に封入の申し込み券でご応募いただけます。はい、特製グッズ付きチケットの特典やイベント限定グッズの情報は後日公開いたしますので、続報をお楽しみに。今年の夏はポピパと一緒に楽しみましょう。ポピパさんって夏って感じのイメージもあるもんね。わかる、ね、夏とね、春って感じ、わかる、わかるですね、
ということで、はい、以上が7月と8月夏の情報です。あら、はい、では貼っていきましょう。はい、私たちで貼ってるんじゃ。あら、貼るもの多いんじゃない。本当ですよ、たくさん発表しましたから ね、そうですよ、埋めるんじゃい。その間じゃあうちらでトークしてましょう。ごめんね、セドリはもう決めたの。これ先に貼っちゃいました。ああそう、確かに結構苦労しました、決めるの。あ、そうなんだね。はい、なんか今までモニカ物語重視でやってたんですけど、またちょっと違うことをしようじゃないかみたいな話にはなったんですよ。したらもうあれやこれやと案がたくさん出てきて、かつやりたいことも増えちゃって、それでこうでもないあでもないって最近お腹引っ張りました。そうなんだね、1ヶ月切ってるのに。じゃあまた今までとはちょっと違った感じのモニカが見れちゃうんだ。皆様の声が合わさるっていうのを重視した。やだ、フォルテしたいわ。マジフォルテってます。フォルテって嬉しいよ。フォルテってるんだって。フォルテってますよ。もう夏はどんどんフォルテしちゃうんだからねって感じです。フォルテってるね、夏モニカ計画。そう、夏モニカ計画してるんで。あ、いいな。でもさ、これ夏からスタートして秋まで続くじゃないですか。そうなんですよ。各地方に行くのも楽しみだね。今回初めて名古屋行くんで、これもなんか楽しみだなと。なりました。ありがとうございます。フォルテってね、いいね、フォルテってスケジュールで。ありがとうございます。皆さんフォルテってる使っててください。ね、見てこれフォルテってない。あ、マジフォルテってる。めっちゃ綺麗。ここフォルテってるよ。フォルテってる。決算大会違うかもしれない。あれ、ちょっと11月だよ。でもさ、合ってる合ってるよ。あ、じゃあ嘘です。全然嘘です。あ、嘘でね、上にね、9月とか11月とかって書いてあるね。嘘です。ちょっとフォルテすぎたかもしれないです。誰気づいたの、天才。天才だな。スケジュールが無視やん。よし、じゃあ私たちのね、心が埋まった、スケジュールが埋まったということで、続いての復活以降の情報いきます。アーネス、よろしく。はい、それではですね、まずは CD 情報に関する、新規情報になります。こちらをご覧ください。ほい、なんとですね、9月6日にバンドリガールズバンドパーティーカバーコレクションボリューム8の発売が決定いたしました。ほい、こちら本日はジャケットも公開です。どうぞ。うん、わー、秋だ。秋だ。すごいエモくないですか。あれ、ちょっとなんか高校を卒業した子たちは私服になってます。あら、そうですよね。皆さん気づきましたか。本当だ。いいですね。なんか寂しいね。メイヤは高校生だけど私服だよ。そうだね。あれ、確かに。確かに。あれ、でも秋、秋先取り。ね、先取り。先取ってますね。しちゃったよ。素晴らしい。いいですね。いつ発売なの。はい、こちら詳細はどうぞ。あ、秋だった。秋なんですね。はい、人気のカバー曲全28曲を収録です。さらにボリュー、ブルーレイ、ブルーレイ付き生産限定版やミニアニメバンドリガルパピコフィーバーを全話収録いたします。すごい、はい、全話、そうなんです。めっちゃボリューミーじゃん。ほんと、初回生産分限定封入特典はジャケットデザインステッカーと、非常にボリューミーな内容となっておりますので、皆さんリリースをお待ちください。これはあれですね、カバー楽曲も全部つよつよの強ですね。いや、つよつよの強ですよ。すごいね。ディスク2に至ってはコラボ入ってますね。そうそうそう、ほんとだ。見逃せないやつじゃないですか、これは。こんにゃくもの、いいでもカバーがってね。フィーバーもやっぱフィーバー全話熱いって。いや、これはだってまとめてみたら結構ちゃんと時間ちゃんと使うし、楽しめますよ。見える？1話から26話だよ。すごいすごいボリューミーでございます。いっぱいだ。ぜひ皆さんゲットしてください。はい、それでは続いてはこちら、9月9日開催ハローハッピーワールド単独イベントですが、明日6月28日よりチケット最速先行抽選申し込みを開始します。さらにイベントの詳細はハローハッピー4人が出演されるあさって6月29日木曜放送のバンドリ TV ライブ2023内にて発表いたしますので、ぜひご覧ください。いや、もう待ってましたからね。本当に本当そうですよ。やっと開催される。めっちゃ楽しみね。見に行きたいです。本当に普通に見に行きたいなって思ってます。みんなね、ハロピのみんな念願のね、本当に揃ってのあれなんでね。わー、 TV ライブで何が発表されるかも楽しみですね。待ってみましょう。はい、そして本位
そして、はい、続いてはですね、9月に開催されるロゼリア単独ライブパルベの最新情報ですが、本日はなんとライブのキービジュアルを公開します。なんと、どうぞ。うわね、色がみんな違うの気づいた、ね、みんな違うんだ、いつも違うメンバーカラーだ。衣装はさ、みんなさ、なんか微妙にリボンの色がキャラカラーって感じでさ、うんうん、ベースはみんな色一緒じゃん、黒とか、ね、それめっちゃうまいっすね、そう思うと。今回ね、みんな色が全部違うの、ね、どういうことだろう。なんかプロデューサーがこうしたいって言ってた。そうなんだ。でも素敵だな、これは、ね、言ってたでしょ。言ってた。はい、ということで改めましてライブの情報はこちらです。9月16日土曜日、17日日曜日、有明アリーナにて開催。オープニングアクトは D1 迷子、 D2 アベムジカ、現在チケットプレイガイド先行受付中、ぜひ来てくださいね、うん、ということで、単独ライブがなんとね、うん、1年ぶりなんだって。そう、なんか我々さ、そのゲストアクトだったり合同ライブとかが多かったじゃん、うんうん、ね、あとフェス、あ、そっか、多かったから久しぶりの単独なんだって。すごい、 2days っていうのもすごい久しぶり。どんなライブになりそうですか、うん、彩り、それもタイトルに入ってると思うんですけども、はい、やっぱ彩りをイメージしてる感じですか。はい、そうですね、やっぱり、うん、あのよく彩りっていう言葉は彩り野菜みたいなのでいろいろ使われてると思うんですけども、はい、野菜もいろんな野菜があるじゃないですか、はい、なのでそういったこういろんなロゼリアが見れるライブになるんじゃないかなと思います。それはロゼリアのライブに野菜が出るってことですか。まあ、そうですね、今井さんが人参、白金さん大根、氷川さん青い野菜ってあります？うん、青い野菜、ナス？紫？あ、そう、ちょっとじゃあ雪ない、雪ない、紫？ナス？じゃあ一回ピンク、ラディッシュ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 、いいね、ラディッシュ、いいですね、ちょっとなんかサイヤ人っぽくていい？青の野菜、青い野菜って、青い野菜ってございます？じゃない？青の野菜、やばいです、ちょっとこれ終了、終わりました。青野菜が全然思いつかなかったんで、すみました。オクラ、オクラ、ネギとか、青い、あ、青野菜みたいな感じで、キュウリとか、ズッキーニ、緑をね、青って言ったりしますね。青信号って言いますもんね。そう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 。はい、そういうライブです。塩とか海、海、海です。すごいね、塩なの、さよ、さよ、塩です。なんでもオールマイティじゃん、うん、塩です。イエーイ、はい、ということでそういうライブになりますんで、ぜひ来てくださいね。野菜なんだ、野菜なんだ。そしてこの時間最後の情報はこちらです。先月のレーザー水蓮ライブ2023エクスクラメーションハイランドにて発表した内容となりますが、うん、11月にバンドリー12スライブの開催を決定しております。はい、デイ1がボッピンパーティー、デイ2が迷子、そしてデイ3がレーザー水蓮といった単独ライブ 3days の公演となっております。ここではですね、デイ1とデイ3のチケット情報を一部ピックアップしてお伝えしております。デイ2の迷子のライブについては今後の詳細をお待ちください。はい、まずはデイ1のポッピンパーティー、ウェルカムトゥーポッピンランドは現在チケット最速先行抽選申し込み受付中です。はい、こういう発売中のポッピンパーティーミニアルバム青春 to be continued に封入されている抽選券でご応募いただけます。ぜひ遊びに来てください。はい、そして Day 3のレーザー水蓮リビールですが、明日ですね、10時よりチケット最速先行抽選申し込みを開始いたします。同じく明日リリースのレーザー水蓮、11枚目のシングルネメシスに封入されている申し込み券でご応募できますので、CD とライブの両方を皆様ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。今回このライブはどんなライブ、もうちょっとね、ちょっと先ですけども、どんなライブになると、うん、思われますか。いやね、このライブ、あの皆さん本当にやばいです。あの今現状レイザー水蓮、うん、はい、新曲5曲作ってます。そんなこと言っちゃっていいの、そんなこと聞いちゃっていいんですか。ここでいいんです。いいんですか。いいんです。いいんです。このライブに向けて5曲新曲作ってます。やばい、すごい、やばいでしょ、やばい。ということはどうなるか、皆さんはぜひともチェックしていただけたら嬉しいなと思いますよ。絶対来て、本当に絶対来て、ビビ入れますね、うん、ビビ入れちゃいますね。ビビ入れちゃうよ。マジビビ入れちゃうんだけど、入れちゃうんだけど、ギャルなのか、もう親父ギャグなのか分かんないな。この
随時発表していきたいなと思いますので、詳細はバンドリ公式ホームページやツイッターなどをご覧ください。続報お楽しみに。はい、はい、ということで以上が9月以降の情報です。では皆さん貼っていきましょう。はい、はい、そしてですね、サイドなんですけども、はい、皆さんこちら、あ、ハッシュタグ、ハッシュタグ、バンドリガルパ大発表会。じゃあいい、私もツイートするね。あ、じゃあ私は貼ろうかな。じゃあ私がリツイートするね。いいよ、こらせっと。私も貼らない。みんなこれか、これか。今3人が貼ってくれている。よし、私たちのスケジュールを埋めてくれている。私たちとバンドリーマーのみんなとのスケジュールをみんなが埋めてくれてるね、嬉しいね、うん、私たちの下半期埋まっていくんだ、こうやって。ね、最高だよ。嬉しいことだね。また嬉しい思い出が増えるな。合ってる、合ってます。合ってる、生配信。あ、違う、じゃあこっちか。11月から12月生配信だよ、みんな。みんなツイートしてね。なんか絡まっております。なぜここかな。はい、キャッキャしてる。合ってます。どうですか、アンケイ。これですね。はい、写真でおこう。ねえ、いいね。なんかさ、はい、クリスマス会とかしたくない。 あ、 いいね。はい、でもさ、クリスマスまでさ、これある。あ、12月ないんだ。あ、でもギリ12月あるんじゃん。ある、あれは12月って書いてるけど、こっちです。なんかさ、12月はさ、まださ、何も決まってないのかもね。はい、なんかさ、ガルパ、前はさ、浴衣でイベントやったじゃん。あ、忘れてる、メイチルさん、間が抜けてるの。これも、あ、違うの、違うんじゃない。あれ、あ、大丈夫、大丈夫、それはなし、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 オッケー、大丈夫、大丈夫、オッケー、これは払わない。オッケー、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 危ない、危ない、危なかった、危ない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 。でもほら、見て、埋まりました。またーイエーイ、よいしょ。でも、先生ちょっとさ、はい、なんかちょいちょいそうなの、なんかさ、なんか隙間があるよ。気づいてる人は気づいてるかもしれないんだけど、あとコメントも出てきたりしてますけどね、なんかね、抜けちゃってんの。そうなんですよ。だってさ、11.3 とさ、11.5 の間って11.4 じゃん。そう、そう、私力づくで埋めようとしちゃいたくなっちゃったぐらいに空いてるなって思ったんですよね。いやいや、まだまだ、これはあの方たちに埋めてもらいましょう。ではでは、どうぞ。ということで、マイコが来てくれました。よろしくお願いします。では改めて自己紹介お願いします。はい、マイコの千早の役、立石凛です。よろしくお願いします。凛ちゃん。はい、同じく迷子のカナメラーの役、青木ひなです。お願いします。はい、同じく迷子の長崎添役、小日向美香です。よろしくお願いします。ということで、もう3人が迷子から来てくれましたけれども、はい、もうね、3人が来てくれるっていうことで、うん、迷子ちゃんの情報取っておきました。ありがとうございます。ではでは、ここからはですね、迷子の情報よろしくお願いします。はい、はいはい、先ほどあさって6月29日のバンドリ TV ライブがスペシャル放送で、パート1がハローハッピーワールドセカンドアルバムスマイルオンパレードリリース記念スペシャルとお伝えしてもらいましたが、うん、パート2はアニメバンドリーイーツマイゴー初回放送スペシャルをお届けいたします。おー、楽しみ。はい、ポッピンパーティーからは富山かすみ役のあゆみさん、そして迷子から高松ともり役、陽宮ひなちゃん、カナメラーナ役、青木ひなちゃん、長崎添役、小日向美香ちゃん、椎名滝役、林ココちゃん、そして千早の役の私が登場します。豪華なメンバーが大集結のバンドリ TV ライブ2時間スペシャル、あさって6月29日20時から、どうぞお見逃しなく、はい、うん、はい、お願いします。はい、はい、そしてそのバンドリ TV ライブ2023が終わった後、22時からはアニメバンドリ It's My Go がついに放送開始となります。やばいですね。なんと初回放送は東京 MX とアベマにて1話から3話の一挙放送が決定しております。さらに4話目以降はアベマにて22時30分から30分の先行配信も行います。
その他各放送局や配信サイトなどでもご覧いただけますので、詳細はホームページをご確認ください。はい、続きまして8月の迷子情報です。こちら、迷子の3枚目のシングル、ひとしずくが8月9日にリリースされます。アニメバンドリイッツ迷子オープニングテーマのひとしずく、エンディングテーマしおりを含む3曲が収録されております、うん、ブルーレイ付き生産限定版には昨年11月に大阪で開催されたサードライブの映像が収録されております。初回生産分には11月に東京ガーデンシアターで開催される単独ライブの最速先行抽選申し込み券も封入されております。ぜひ CD をゲットしてライブにも遊びに来てくださいね。続きましてライブ情報です。8月12日には KT-ZEP 横浜にて迷子フィフスライブ迷うことに迷わないが開催されます。いやアニメもねもうすぐというところなんですが、うん、ライブまでなんとあと1ヶ月半と迫ってきております。こちらの方もぜひぜひ楽しみにしていただけますと嬉しいです。チケットの先行受付はすべて終了してしまいましたが、今後の受付情報などは公式ホームページなどでの発表をお待ちください。はい、ここからは、9月以降の迷子の情報です。まずはアニメバンドリイッツマイゴーとのコラボキャンペーンです。全国の大正書店にて本1冊をお買い上げにつき1枚限定ノベルティをプレゼントするキャンペーンが開催決定です。こちらは9月上旬開催予定です、うん、書店でお気に入りの本を探して迷子の限定ノベルティをゲットしちゃいましょう、うん、詳細はバンドリホームページ公式ツイッターで追って発信いたします、うん、続いてはこちら、バイスシュバルツにてプレミアムブースターバンドリガールズバンドパーティーカウントダウンコレクションが9月15日金曜日に発売となります。はい、ツイッターにて公開されたガルパ6周年のカウントダウンイラスト105枚すべてを贅沢に使用した商品です。すげー。詳しくはバイスシュバルツ公式ツイッターをぜひチェックしてくださいね、うん、はい、さらにこちらのコラボ情報もあります。おバイスシュバルツトライアルデッキプラスバンドリ迷子9月29日発売決定です。イエーイ。バイスシュバルツに早くも迷子が初参戦。この商品一つでゲームが始められるので初心者の方にもおすすめです。続報はバイスシュバルツ公式ホームページやツイッターをぜひチェックしてくださいね。さらにまだコラボ情報があります。バイスシュバルツに続いてカードファイトヴァンガードとバンドリモルフォニケーションとバンドリイッツマイゴーとのコラボが決定いたしました。おお、ダブルで決まったんですね。モリコさん、やった。スタンダードロケーション。バンガード。すいません、続けてください。9月29日金曜日に発売するブースターパック第13弾天輪飛翔にバンドリモルフォニケーションとバンドリイッツマイゴーのコラボカードが収録されます。ヴァンガードでもモニカと迷子の世界を楽しんでくださいね。ブースターパック第13弾天輪飛翔は全国のカードショップアニメショップにて好評予約受付中です。ぜひゲットしてください。以上迷子から情報をドドンとお送りいたしました。わー、いっぱいあった。ということは、はい、迷子の皆さんもこの埋めるアイテム持ってるということですか。はい、持ってきました。ぜひぜひ埋めちゃってください。お願いします。ヴァンガード嬉しいね。ねえ、ちょっと次カメラあるとこでやっていいですか。ちょっと、あ、じゃあお願いします。せーの、のスタンドアップモルフォニケーション。今カメラさんが迷子になってた。迷子ですね。今テスト、もう一回やろう。ここです。せーの、スタートアップモルフォニケーション。イエーイ。ありがとうございます。いや、よかった、一瞬私が映った時ドキッとした。あれだって、ロゼリアってやっていただかないとちょっと。あ、夏も埋まりました。埋まりました。埋まりました。よいしょ、すごいすごいすごい。よいしょ、それがそこに来るんだね。こちらでございます。よろしくお願いします。8月12日です。お越しください。すごい。12とね、バンドリのイベントがあるわけだ。すごい盛りだくさんだね。そしたら今度はカードが埋まりましたね。はい。おお、め
っちゃ埋まってる。埋まりました。いい、すごい、いいですね。11月も 11.4 も埋まりました。はい、素晴らしい、素晴らしい。2023の、ね、後半もいっぱいありますね。盛りだくさん、盛りだくさん、はい、ということで以上で前半のバンドリ情報パートが終了となります。うんうん、もりもりだったね。もりもり、本当に筋肉だけに筋肉だけに筋肉は筋肉出てたっけ、どこだ、いやコメントもさ、みんなたくさんくれててさ、いや嬉しい、ありがとうございます。すごいグローバルね、ハッシュタグレターもさ、ハッシュタグでみんなつぶやいてくれてるのかしら。いっぱいつぶやいてください。え、こひちゃんは今日生配信初めてなんでしょ。はい、そうなんです。生配信が初めてで緊張してます。すごいマイナスイオン。私が先輩あんな感じだったら、なんでこうなっちゃったんだろう。最初出てきた時こんなだね、あの感じだった。もいつかはなるでしょ。なりますよ、なりますよ。先輩の背中を追いかけて頑張りたいと。おっちいい背中なのかな。でもね、3人がね登場した時にね、ういういしい、かわいいってめちゃめちゃコメントがあるね。そうよ、リハーサルも優しかったもん。うん、ね、本当にすごい。どうしてこうなったって言われてでも私も初めての時覚えてます。工藤さんと一緒だったんですけど、工藤さんにすっごい優しくしてもらったんですよ。マジ、私覚えてない。いつ本当に初めて の、 あの生配信の時、あの一日中ガルパ の、 あの配信があったじゃないですか。あった、あった、あった。あの時に桜川さんと工藤さんが迎えてくれて、すぐ大変ですみたいな。なんでいい、あんな感じだったんですよ。そうだ、あの感じだった。緊張してたの。めっちゃ緊張してました。本当に。じゃあ、ほしちゃんの気持ちが分かる。めっちゃ分かります。あら、分かるね。大丈夫です。ありがとうございます。分かります、分かります。何喋ればいいか、うん、多分頭の中すごい渋滞しません、なんか何を言っていいんだろうみたいな。そうすごいなるんで、めっちゃ分かります。分かります。覚えてる、 初登場の時、自分の生放送。生放送ね、イベントでも、確かイベントがでも初めてな時とかは、イベントってやっぱ、ね、トークだからさ、はいはい、ライブとは違うじゃん。さすがに緊張してたと思う。そうだね、うん、覚えてないな。レンチェさん覚えてます。いや、覚えてないですね。あら、覚えてない、覚えてないな。まあ今でも全然ね、ちょっと新人なつもりで。あ、さすがですよ。ぶってんの、ぶってんの、新人ぶってんのかい。ぶってます。でも全員で新人ぶろ、今日は新人ぶる、よろしくお願いします。新人ぶろ。でもマイナスイオンがさ、本当に本当に出てるからさ、うん、そうだね、うん、最高よ。いいね。なんかやっぱ服装もなんか優しいよ。なんかすごい白で統一して。え、それは偶然なの。いや、偶然なんですよ。すごい。なんか私と小日向がなんかチェックでなんか、ね、似てたんですよ。なるほど。黒い感すごい仲良しだ。ね、そのうち黒い服とか着出すよ。普段黒い服着たりするの。あ、でもしますね。あ、そうなんだ。すごい、かしこまった場だからちゃんとした服を着てるんですよ。ちゃん、もちろんちゃんとした服じゃないみたいな。でも今日レッチェルさんいいですよ。あ、ね、ちゃんとしてるわ。チャイナワンピです、はい、美しいですよ。美しいチャイナワンピなんですよ。サマネギブラサギで、サマネギブラサギで、おひなさんもね、ピンクのニット、マーメイドみたい、ね、かわいい、マーメイドだよ、ね、頭も人魚姫、かわいい。で、アマネス、すごい上品なシャツワンです。なんか、あのラスに入れそうって言われた。ああ、確かに新衣装みたい。あ、なんとちょっとここでツイッタートレンド今9位らしい。やったー、ありがとうございます。みんなつぶやいてくれてありがとうございます。で、私は今日相葉さん紫を着るだろうって思ってたの。なるほど。なんかロゼリアの配信とか、はい、そういうなんかバンドリの配信って大体紫着てるんですよ、うんうんうん、で、この間もバンドリ TV ライブで紫 のメッシュみたいなの着てて、絶対紫着るって思って着てきたのに、なんか青いんですよ。あ、でも青い野菜私のキャラクター違う、これは青バラを意識して青着てる。青バラなの、ね、青バラなの。なるほど、そうなの。青いバラ咲かせちゃいました。ロゼリアそうそう、だからもう合わせて奇跡さんのにさ、これもちょっとあや意識なのよ。え、あ、そうなんだ。なんか、あーみたいな。やったことない。なんだ、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 なんで自分で吐いてんの。ちょっと待って、私こういう服持ってるけど自分でこうやってやったの。そうなんだ。あ、なんか
もう良きところで次行けて。ということでですね、もう本当に情報盛りだくさんだったんですけども、はいはい、この後ですね、ちょこっと休憩を挟んで、ガルパのコラボキャンペーンや新曲について配信していきますので、はい、このまま待っていてくださいね、はいはい、みんなこのまま待っててね、はい、あのお風呂入るとかダメだから、コメントがざわついてるよ、工藤ちゃんの、うわなんでよ、すごいよ、通常運転でしょ、みんな、どうしちゃったの忘れちゃったの、私のこと忘れてない、大丈夫、びっくりしてんじゃないびっくりしてんじゃない、いやいや、それぐらいの、工藤さん、こんな感じ、こんな感じ、3人もいつかここ、そう大丈夫、はい、ということでちょっとだけの間お別れします、すぐ戻ってくるから皆さんそのまま待っててね、絶対待っててね、絶対待っててね、なるほど、いなくなったら許さないから、バイバイ、たまりちゃん準備いい？それでは聞いてください、シルエットダンス、今まで仕事で音楽やってきて、誰かのオーダーに応えてきた。私は誘われるままにラスに入って、ただ歌うことしかしてこなかった。私には何か足りない気がして。ボーカルは星。真っ暗になって
自分がどこにいるかわからなくなりそうな時も、見上げたら必ずそこにいて目印になってくれる。レイの光はレイのものだから、レイの選んだ道が明日の道になるんだよ。バンドを導く存在、それが星。大人ぶった関係も、言われたことだけやってるボーカリストも終わり、ここからは私がみんなのレイザー睡蓮の星になる。得意なものなんて何もなくて自信を持てなかった私ですけど、キラキラ輝くステージを見て不思議と思えたんです。あのステージに立てたら私の物語は始まるのかもしれないって、私も変われてるんだって思いたかった。モニカのみんなと一緒だったから自分も月の森星になれた気がしてた。私はあの頃のまま、何も変わってない。大丈夫、ちゃんと前に進んでるよ。褒めてあげたくなるくらい頑張ったなら褒めたっていいじゃない。自分に何かを起こせる才能があるのかなんてわからない。でもモニカのみんなと一緒なら輝く景色にたどり着くことができるって信じてる。私、世界中を笑顔にしたいの、このバンドで。笑顔を忘れている人を見つけたら私たちが思い出させに行かなくっちゃ。楽しいって誰かがいなくちゃ生まれてこない素敵な気持ちなのよ。困ったわ、私楽しいことをたくさん思いつけるはずなのよ。でも思いつくのはハロハピのみんなと一緒にする楽しいことばかりなの。ハロハピのみんなとの楽しいはなんだか他の楽しいとは違うわ。これが特別っていうことなのね。私にとって誰かは誰かじゃないのね。ハロハピのみんなとじゃなきゃ生まれないんだわ。世界を笑顔に、ハッピーラッキースマイルイエーイ。フューチャーワールドフェスで自分の音楽を認めさせてみせるわ。あなたたち、ロゼリアに全てをかける覚悟はある？私はお父さんのためにフェスに出るの。フェスに出られれば何でも誰でもよかった、そういうことじゃないですか。メンバーを探していた時はそうだった。でもサヨを見つけて、みんなが集まって、いつの間にか私、お父さんのことよりこの5人で音楽がしたい。この5人じゃなきゃダメなの。お父さんから譲り受けたラウダ、ロゼリアで演奏するのは今日限りにするわ。これまでの私を導いてきてくれた曲、これからは私たちの足で歩いていこうと思う。さあ、未来へ続く青バラの道を歩きましょう。私たちパステルパレットです。え、演奏が消えた、どうしよう、なんとかしなきゃいけないのに声が出ない。私は今の自分にできることは全部やりたいんだ。一時的な気持ちに押しつぶされて諦めて後悔したりしたくない。私はどんなことが起こったとしてももう一度ステージに立ちたいから、本番で私に歌わせてください。何があっても絶対にめげない、諦めない、どんな時だっていつも笑顔。私が目指すアイドルはそんなアイドル。パスパレが大好き、大切、みんなのことが大好き。この気持ちがあればきっと何度だって立ち上がれる。そうだよね、みんな。逃げないで向き合うことはすごく怖かったけど、私はバンドのことごっこ遊びだなんて思ってない。みんなと喧嘩してぶつかって、みんなといつも通り一緒にいたいから、バンド続けたかったから変わったんだよ。
初めて逃げないでみんなと向き合えた気がした。どれだけ大事な存在かって分かった。どんなに迷ってももう逃げたりしない。だからこれから先変わらないために変わることがみんなのためになるなら、これからもずっとみんなと一緒にいたいから前に進み続ける。アフターグローは私たちが変わらないことの証であり、変われることの証。みんないつも通り最高の演奏しよう。星のギター見つけた。キラキラドキドキできるもの。何も見えてない。周りも自分もだどえ。今はどうしたらキラキラドキドキするのか全然わかんなくなっちゃった。かすみはさ、いつでもすぐに行動してるもん。すごい輝いてるんだよ。すごいやつなんです。かすみがいたから私たちはここにいます。バンド始めてよかった。みんなに会えてよかった。これって本当に奇跡みたいなことだと思う。ステージ上の全部の瞬間にキラキラドキドキが溢れてる。この気持ち星まで届け。いくよ。ポピパーピポパーポピパパピポパガルパ情報パートをお送りします。引き続きこの5人でお届けするよ。イエーイ。はい、ということで前半はバンドリの情報盛りだくさんでしたけども、こちらではですねガルパの情報パートでも様々な多分もうね気になってることめっちゃあると思うのみんな、うん、公式が匂わせいっぱいしてたからね。そう、予想とかね、うん、うんかんぬんいっぱいあると思うんですけど、はい、その答えがドドドンと出るということでね。あと重大発生何それ？何だ？どうなんですか？工藤さん。いやちょっと私と、まあ、おすぐさんからは、まあ、今日やっと言えるんだっていう晴れやかにね、はい、晴れやかですよ。もうようやくここら辺のねチーンって感じになりそう。なるほど、そうなんです。もう運なんです。そういうことなんですね。はい、ではガルパ情報パートの放送内容を発表します。こちら。ダン。このようになっております。はい、うんうん、はい、はい、まずはですね、夏の楽曲追加キャンペーン情報をお届け、はい、アーティストタイアップやカバー楽曲などこの夏に追加される楽曲の最新情報を紹介、はい、続いて 3D ライブ衣装の新情報をお届け、うん、3D 化してほしいライブ衣装を投票で選ばれたライブ衣装の追加情報をお伝えします、はい、さらにイベント情報もお届け。ガルパトピックスではコラボ詳細情報をお届けします、うん、そして最後には重大発表があるということで、はい、お願いします。お願いします。では早速始めていきましょう。まずはこちらの情報です。はい、夏の楽曲追加キャンペーン情報。よー、はい、ここからはですねこの夏に追加される楽曲の最新情報をお届けします。はじめの情報レイちゃんよろしく。はい、アーティストタイアップ情報。イエーイ、またよしさん。はい、ここからはアーティストタイアップについての最新情報をお届けしていきます、うんうん、アーティストタイアップとは、各音楽ジャンルで活躍するアーティストさんにガルパのバンドが歌う楽曲を、
バンドごとに制作提供していただく特別企画です。4月にポッピンパーティーとハニーワークスさんのタイアップが発表されていましたね、はい、本日は新たなアーティストタイアップ情報を発表いたします。こちらです。アフターグロー×ジンさんのタイアップ決定です。はい、楽曲の追加は8月を予定しております。そしてアニメーション MV も鋭意制作中でございます。本日はなんと制作中にアニメーション MV からキャラクターデザインを公開しちゃいたいなと思います。こちらです。じゃじゃん。わー、かわいい。かわいいですね。はい、皆様こちらの続報をお楽しみに。そしてさらにジンさんとのタイアップ、アーティストタイアップを記念してこちらのカバー楽曲も追加予定です。こちらジンさんの楽曲チルドレンコードをアフターグローがカバーして8月にガルパに追加することが決定いたしました。チルドレンコード、はい、最後にアーティストタイアップ情報を振り返っていきましょう。はい、アフターグローにジンさんが書き下ろしていただいた楽曲とカバー楽曲チルドレンコードの、追加が決定しました。そして書き下ろし楽曲のアニメーション MV も鋭意制作中です。皆さん続報お楽しみに。以上、めっちゃ楽しみ。アーティストタイアップ情報でした、それも激熱ですね、だ冒頭からこんな感じ、やばっつ、こんな感じ、贅沢すぎる、ね、はい、それじゃあ続いてはこちらです。カバー楽曲追加情報、待ってたよ、やったー、はーい、こちらこの夏にですね、追加するカバー楽曲情報です。昨日公式ツイッターで発表されていたヒントの、おさらいをしていきたいと思います。こちらです。はい、そこすごい、はい、いつも思うんですけど、本当この文字とね、文字で予想するの本当楽しい、これ本当いいね、楽しい、うん、最高、あのすっごい悩みました。あ、ちゃんと予想したんだね、これなんだとなるよね。あの、私はこのなリプランっていうのすごい見るの好きだ、分かる、なんかどんなことを予想してるのかなって、そう、一緒、あ、違う、その方向性とか、うん、そう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 、ラスが気になってしょうがなくて、なんだろうって、なるほどね、すごい叫んでました、うん、はい、予想してますよ、はい、ね、予想してますよね。それでは答え合わせしたいと思います。1曲目はこちらです。はい、1曲目はポッピンパーティーでホットリミット、こちら7月末に追加予定です。夏にぴったり、夏刺激しちゃうねですね、生足魅惑の魅惑の魅惑、私いや、いいですね、わ、楽しみ、ザ夏って感じですね、いいじゃん、楽しみだな。いや、ね、MV 再現してほしいよね、確かに、やってほしい、ポピパさんのこんな感じのことありますね、衣装もどうね、そうだ、サウンドもだってね、ポピパになるって、確かにそうバンドサウンドになるってことか、気になる、どんな感じになるのか、の魅力ですね、気になりますね、はい、こちらですね、夏の定番ソングと親しまれている歌ですね、はい、はい、それじゃあ続いての楽曲はこちらです。やこちらもまたまた懐かしい曲、2曲目はハローハッピーワールドで愛のしるし、こちらも7月末に追加予定です。ツイネイルしたくなるね、これは、ね、T シャツジーパン、 T シャツジーパン、 やりたくなっちゃう、これ、すごい、しかも作詞作曲草野まさみ、スピッツなんだ、すげー、すごい、世代ですよ、大人にも、これどんだけやってたか、こうやって、ね、めっちゃやってたよ、子供の頃なりたかったの、なりたかった、なれると思ってたよね、本当にテレビめっちゃ見てた、あ、すげー、すごかった、ね、今ね、流行ってますからね、流行ってます、ね、TikTok とかでね、そう、いや、ぴったりじゃん、ね、すごいじゃん、トレンドを入れていくガルパでございます、私と相葉さんでいつかやりましょう、やる、お、見たいです、見たい見たい見たい、それこそバンドリーの公式 TikTok、あ、やりたい、どうですか、やりたい、ね、どうしよう、求められてなくてもやる、お願いします、いいな、はい、それじゃあね、続いてのカバー楽曲はこちらです。3曲目はーい、よっしゃー、3曲目はレーザー水蓮でゲットワイルド、こちらも7月末に追加予定でーす、当たりました、予想当たった、当たったので、おめでとうございます、いや、もうレイチェルさんにぴったり、うん、
歌ったよ。おお、どうでした、どうでした。もうアスファルトタイヤを擦りつけてきた。すごい、あやばい、激アツじゃないですか。ラスサウンドになるってことでしょ。そう、アレンジ、ラスアレンジになる。あ、そうなんですね、はい、もう楽しみ、すごいね、超楽しみ。なんと、お、やっぱハードボイルドを、ね、発表したからかも、はい、ツイッタートレンド今5位でございます。やばい、もうハードボイルドだ。テレテン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 、いきますよ。今どん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 テンポ上がってます。やばい、嬉しい。でもどうせだったら1位になりたいよ。そうなんだよ、元気いきたいです。これからドドドドッとね、やりきっていきたいですよ。この後のいろんな発表でも1位になるでしょう。そうだね、そう、はい、よろしくお願いします。よろしくね。はい、こちらね、もう3曲とも懐かしい楽曲でしたね、うん、確かに、はい、こちら夏のカバー楽曲が、3曲、発表されましたが、ですね、こちら、はい、リミックスの多さからリミックされたゲットワイルドが36曲収録したアルバムがあるんだとかね。すごっ、そうだそうだそうだ、そうそうそうね、これはめちゃめちゃ有名でしたね、当時。当時騒がれましたよ。すごっ、とんでもない曲数あるし、全部ゲットワイルドなんだっていう。新たに仲間入りになった。そうだよね、ラスも入れるってこと、いつか入れるってことだよ。いつか入れても入った。そういうことなの、入れてもらいたい。でもさ、今コメントでもさ、なんか懐かしいって言ってる人と知らないって言ってる人に分かれてるから、なるほどね。でも知らない人がこれ聞いたら絶対ハマると思う。絶対に好きだよ、本当に。たまんないですから、はい、年代を超えて、ね、はい、ぜひぜひガルパを通して知っていただけたら嬉しいです。ということで以上、夏の楽曲追加キャンペーン情報でした。はい、続いてはこちら、 3D ライブモード追加情報。よーい、本日はこの夏に追加する 3D ライブモードの映像の一部を公開しちゃいたいと思います。それではどうぞ。突き抜ける空へ舞い上がる気持ち、肩に触れた君の温度、ハイチーズでいつかもゲッチュー。熱々とこなつラブ様、学校も仕事もおさらば、半日ぶつぶなあんなのかに戻ります。熱々とこなつラブ様、照らす幸せのパナラマ、できるか、ショータイム、ね、そうですよね、最高じゃん、えぐいでしょ、はい、すごい、やばい、今は激アツ、これ激アツすぎません、ね、やられてるよ、夏が来た、もうなんかもうすごい夏を感じたしね、夏来ましたね、最高。我々もやられてますけれども、はい、皆さんもね、もうズキュンってきたんじゃないでしょうか。はい、というわけでですね、パステルパレットの熱々常夏ラブサマーの 3D ライブモードの追加が7月に決定しました。映像の前編はゲーム内で追加されたら、ぜひ実際にプレイしてみてくださいね。詳細の追加日程は後日ゲーム内お知らせや公式ツイッターからご案内いたしますので、チェックしてください、はい、ではこの夏の楽曲追加キャンペーンの最後におさらいしていきましょう。はい、アーティストタイアップ情報では、アフターグロー×ジンさんのタイアップが決定。ガルパ内に書き下ろし楽曲とカバー楽曲チルドレンコートの追加が決定しました。そしてカバー楽曲情報では、夏メロ3曲、最後にパステルパレットの熱々常夏ラブサマーの 3D ライブモードの追加が発表されましたね。続報をお楽しみに。はい、以上、夏の楽曲追加キャンペーン情報でした。はい、続いての情報はこちら、3D ライブ衣装新情報。イエーイ、はい、3月のファンフェスタ新情報発表ステージで 3D 化してほしいライブ衣装の投票結果が発表されました。本日はですね、投票で販売が決定した 3D ライブの衣装の販売時期を発表します。まずはこちら、7月にスターショップにて販売される 3D ライブ衣装はこちらです。ハローハッピーワールドイベント君がいなくちゃの衣装、レイザースイレンイベントレイザースイレンミスをあげろ後編の衣装、はい、懐かしい、わあ、いいですね、これが選ばれし衣装でございます、うん、ね、覚えてほしいね、はい、ではでは続いて8月に販売される 3D ライブ衣装です。こちら、
ポッピンパーティーのイベント、ダブルレインボーの衣装、アフターグローのイベント、それぞれの道結ぶ茜空の衣装です、うん、買わなきゃ。ね、かわいいです。これ本当全部ね欲しいですからね。いいですよね。欲しい、はい。そして9月に販売される 3D ライブ衣装はこちら、はい、パステルパレット、ウェディングマストゴーの衣装、ロゼリアノーブルーローズ歌いたりての衣装、モルフォニカサマーサニーバスケットの衣装でございます。こちらですよ。すごい、はい、水着です。モルフォニカはね水着なんです。そうですね。このさ、ノーブルーローズ、ロゼリアのこれってさ、うん、ローゼンホライズンの衣装。そうです。おー欲しい。実際に私たちがねライブで着てる衣装がこの 3D ライブ衣装で、すごい。ポピポさんもそうですよね、すごい。なのエモい、いいなぁ、嬉しい。実際にね着てる衣装がこういう風になるのね。ウェディングもいいですね。そう、ウェディングがまた可愛い。嬉しい、ありがとう、ね、これを着て 3D ライブが見れるという、はいはい、楽しみです。楽しみにしててください、はい、それでは最後に 3D ライブ衣装の新情報をおさらいしましょう。こちら、ダダーン、うん、楽しみですね。楽しみ。それぞれのバンドライブのカラーが出てるっちゃ出てますけども、うん、はい、それぞれ個性あふれる衣装になっております。はい、というスケジュールで販売になりますので、詳細な日程はですね後日お知らせしますので、皆さん続報お待ちください。はい、うん、はい、はい。続いての情報はこちら、イベント情報。イベント、イベント、はい。ここからはガルパのイベント情報を発表するよ。まずはこちら、どどん、第5回ガルパ杯の開催が決定。すごい楽しみですね。こちら第4回と同様にオンラインでの予選開催を予定しております、はい、今日はちょっとだけ追加情報をお伝えします。まずは第5回ガルパ杯の決勝戦開催時期は2024年3月に開催予定です。そして今年も個人戦とチーム戦の開催となります、うん、さらにガルパ杯開催を記念してこちらのイベントが開催決定。何？どどん、第5回ガルパ杯開催を記念して8月13日にエキシビジョンマッチが開催決定しました。エキシビジョンマッチは8月13日にバンドリチャンネル公式 YouTube にて配信いたします。2人1組のペアでチームとなって既存曲の中から課題曲を複数選び、パーフェクト数で勝負をします、うんうん、4チーム総当たりで、総当たり戦で勝ち、勝ち点の多いチームか、4チーム総当たり戦で勝ち点の多いチームが優勝ということなんですけども、うん、優勝ペアにはね何か商品とかねあるんでしょうかね。楽しみですね。でこちらねもう今ねスライドで出てるんですけれども、はいはい、出演者はメイン MC に豊田萌さんを迎え、ゆゆうたさん、ふとんちゃんさん、オニヤさん、みやこさん、中島ゆきさん、新藤あまねさん、キスマイフット2の宮田俊也さん、ユダプロデューサーを予定しております。すごい組み合わせだ。本格メンバーるんだね。ゆっちーさんと頑張ります。負けない、負けない。すごい豪華メンバーですね。すごいわ、すごすぎる。嬉しい。そして今からねどのペアが勝つのか非常に楽しみなんですけれども、はいはい、この8月のエキシビションマッチでは第5回のガルパ杯の詳細を発表するということですので、うん、皆さんぜひお見逃しなく。では最後にガルパ情報、ガルパ杯情報のおさらいをしていきましょう。どどん、改めて第5回ガルパ杯の開催が決定。そしてガルパ杯を記念してエキシビションマッチが8月13日に開催。エキシビションマッチでは第5回のガルパ杯の、続報が発表されます。お楽しみに。以上イベント情報でした。では一旦 CM です。
私はいつも通りでいられたら、それでよかった。いつも通り、五人でいられたら、それだけで。私は誰の指図も受けない。一人で十分。挨拶できないの？おうおう、大量じゃん。私がこの人の面倒も見るんですか？悪魔がめっちゃいる。6月30日よりガルパとテレビアニメチェーンソーマンのコラボ開催。私たちのいつも通りを取り返すためだったら死んでもいい。はい、というわけでテレビアニメチェーンソーマンとのコラボが決定いたしました。はい、3月に発表されていた夏の大型企画はこちらでございました。なんとそして本当にトレンド1位でございます。やった。皆さんありがとうございます。では改めてコラボのキービジュアルを見てみましょう、はい、こちら。かっこいいですね。かっこいい。ありがとうございます。連勝もコメントもすごかったですけど、早かったですね、流れがね。予想当たった人いらっしゃいますか？ね、まさかのコラボでしたけど、まさかですね。キャラクターがドンピシャ、うん、もう叫んじゃったね。ありがとう、ね、ありがとう。はい、こちらのキービジュアルはですね、この後紹介するコラボカバー楽曲のジャケットなどなど様々な場所で使われていきます。はい、はい、ということで今回はそんな気になるテレビアニメチェンソーマンのコラボの情報を続々と紹介していきたいと思います、うんうん、とその前にですね、テレビアニメチェンソーマンを知らない方もいらっしゃるかもしれない、はい、ので、はい、まず先にテレビアニメチェンソーマンのあらすじを紹介したいと思います、うん、どうぞ。チェンソーの悪魔ポチタと共にデビルハンターとして暮らす少年デンジ。親が残した借金返済のため貧乏な生活を送る中、裏切りに遭い殺されてしまう。薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ者チェンソーマンとして蘇るとなっております。うわー、ね、いやガルパと組み合わさってどういう感じになるんだろうね。すごい気になるけど、ね、なんかでもね、ランもね、今言ってましたし ね、 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 ね、そうなんですよ。ということでここからはそんなコラボ情報をどんどん公開していきたいと思います、はい、でまずは気になる開催日の発表からで、先ほど見た PV にもありましたが、はい、コラボの開催日はドドン、6月30日金曜日より開催予定です。なんともあと3日後。早すぐ、今すぐでございますよ。はい、そんなテレビアニメチェンソーマンとのコラボイベントですが、一体どんなストーリーになるのか気になるイベントのあらすじをここで公開したいなと思います、はい、大ガールズバンド悪魔時代、人々は音楽を喰らう悪魔を恐れ、世界から音楽が消えた。ある理由で孤独に悪魔を倒し続けていたランの前に現れたのは、気になるんですけど、言える範囲でちょっとストーリーの方なんかもうちょい教えてもらってもいいですか？どんな感じ？なんか言える範囲でと、なんか今までガルパってそのいろんな作品とコラボしてきたじゃないですか、うん、はい、で私今回そのコラボの台本いただいた時に、うん、まあまあなんかそういう感じかなって思ってアフレコ行ったら全然違うんですよ、うん、何それ。もうストーリーがチェンソーマンなんですよ。そうなんだ。だから私最後ではぁーみたいなセリフとかキャーみたいなセリフとか初めて言った。何それが出てくるの？セヨさんの、ちゃんと戦ってる。なんかうちらもやるときに、まあ、ガルパなんだけどどっちかっていうとチェンソーマンの世界だからっていうディレクションがありましたので。そうなんですよ。え、じゃあパワーちゃん？パワーですよ、ちゃんと。もうね、これどこまで言っていいのか、やめよう、やめよう。喉いかれました。シナリオがめっちゃよくできてて、本当見てほしい。よかったです。めちゃめちゃ気になります、はい、あと3日ね、3日まで、あと3日まで、ちょっと待ってください、はい、そしてですね、先ほどまで
出ていたコラボキービジュアルにいつもと少し違う、雰囲気の違うランと、うん、コラボするテレビアニメチェンソーマンよりデンジがいましたが、うん、ランの他にも様々なメンバーがテレビアニメチェンソーマンをイメージした、衣装を着てカードイラストとして登場しますよ、うん、今回のコラボメンバーの組み合わせはこちらです。ありがとう。出ましたね。本当に嬉しい、はい、本当に嬉しい、はい、ランはデンジ、サヨはマキマ、トーコはパワー、ルイはアキ、リミはコベニとコラボします、はい、ルイ、アキ嬉しい、ありがとう。めちゃめちゃかっこよかった。かっこよかった。嬉しい。もうトーコちゃんのパワーもすごくないですか。すごいよね。パワーだよって言われた時私はもう一人で超舞い上がって、誰かに言いたいんだけど言いたいんだけど言えない言えないってなる、うん、ってなって、やっと言えたよ。本当にもう私今日このためだけに生きてきたから。すごい。私ガチでそれをみんなに言ってますから、スタッフさんにも言ってますから、ようやく言えて嬉しいです。楽しい。よかった。早く見たいね。まあ、そんなね、はいはい、今回のコラボ、これまでと同じくコラボイベントとコラボガチャの開催が決定しております。はい、こちらです。はい、今回のガチャメンバーはラン、サヨ、トーコの3人、うん、イベント報酬メンバーはルイ、リミの2人となっております。いや、星5、星5ですよ。いや、星5、ついに星5、3つもあるね。ねえ、はい、イベントで入るんだ。回すぞ回すぞ回せ回せ。もう一回イラストとか見れたりしないんですか。ねえ、ほんともう一回見たい。まあまあまあ、まあ、みんな気になるであろう。続いての情報はこちら。やったー。コラボメンバーのイラストを公開いたしました。やったー、ありがとう。待ってました。見たい。どうもどうも。ここからはですね、今回のコラボで登場するカードイラストを大公開しちゃいます。はい、皆さん心の準備はよろしいでしょうか。はい、よし。ではまずはランの特訓前からです。ドン。やばすぎる。ねえ、やばすぎるんだけど。どうですか？かわいい。ね、やばいんだけど。皆さんどうですか？好き。まあ、そうだよね、好きだよね。うん、タイプです。ありがとうございます。タイプですか？タイプですね。ギュッてしてーっと。かわいい。なんか表情が見たことない表情ですね。やばい。これは出てんだけど。これはダメだよ。待って、これ特訓前でしょ？これ特訓前なんですよ、皆さん。これ特訓前なの？やばいって。ちょっと待って、じゃあ、どうなの？じゃあ、特訓後見たいっすか？見たい、見たい、見たい。では、続いてはランの特訓後です。うわぁ、やばいっすよね。最高。オラオラ、ありがとうございます。イラストのタッチが違いますね。イラストのタッチがね、違うの今までのもので。確かに違う。なんか我々コメントもやばかったもん。かっけーって。そう、なんかやるアフレコする前に、うん、なんかこのイラストのまだ出来上がりはしてないんだけど、うん、こういうテイストでいくからね、だからこういう芝居感でねっていうのまで来てたんですよ。そうそう、ってぐらいにこだわってやってるんで、絵のタッチとかいろ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 変わってるからっていうので。そう、 そうなんですよ。そう、なるほど。楽しみだよ。よし、行こう行こう行こう、行きましょう。ちょっと早く見たい、見たい。続いてはかっこよすぎる左右の特訓前です。ドン。まあ、キマさんだって。いや、まんまなのよね。二つの表情楽しめるの。はい、ありがとう。一枚の絵でね、すごい嬉しいですよね。うわ、嬉しい。さよさん、さよさんだけど、マキマさんだ。そうなのよ、髪の色はね、さよなんだけど。本当だね。確かに、なんか、色気もあっていいですね。これ好き。そう、特訓後見たい。特訓後見たいですか。はい、私もレンクルさんのお答えに答えしまして、さよの特訓後です。うわあ、かっこいい。ねえ、どうしてかっこいいよ。ね、お目目がもうマキマさんだから、ね、良い。やば、良いがすぎる。良すぎる。このサヨがランを勝ってるわけだから。やばー。そうなんですよ。よしよし。もうマジ早く3日後になってストーリーよし。ストーリーマジ見てほしいんだよな。何もかもも後ろの背景とかもさ、何もかもがいいね。おしゃれなのよ。あの色の塗り方がいつもと違う、ね、ね、クラフト X さん、ありがとうございます。ありがとう。あとヘア光色の使い方っていうね。そうそう、もうさ、どうする。いや、これは絶対当てなきゃいけないですよ。やばい。どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行きましょう。では続いてはですね、はい、トーコの特訓前です。どうぞ。かわいい。あーちゃんだ。かわいい。もういるじゃん。
うちのトーコにパワーをやらせてくれてありがとう。いや本当だ。でもこの今までのさ、うん、なんとさ、さよのこの違い、うんうん、ポップだね。ポップだね。ちゃんとパワーちゃんのなんか、ね、可愛らしさみたいなところもあるじゃないですか、ね、これも出てるのでね、キャワキャワで演じてほしい、欲しい、うん、欲しい。え、特訓後は特訓後見ますか。はい、特訓後です。どうぞ。いやこれはどうですか、皆さん。これかっこいいよ。ありがとうございます。やばすぎるね。はい、もうやばいんですよ。なんと歯がね、そうギザギザしてるんです、ね、どそう色味がマジで可愛い。目がいい、いいですよね。目の感じがさ、いい、そう、ね、好きだ。似合うわ。トーコなのにパワーなんです。本当、いや、どっち、え、本人みたいな。ね、ね、もう、トーコちゃん、チェンソーマンの登場人物だったっけみたいな、ちょっと勘違いしちゃいそうなぐらいに似合ってる。やばいわ。良いな。もう、これはね、ぜひ手に入れてほしい。いや、もう、これやばい。待ち受け画面にもどうぞ。絶対ゲットするんだから。いや、欲しい、欲しい。いや、絶対にゲットする。この壁紙にしたい。もう、ぜひともよろしくお願いします。はい。ということでですね、続いてはですね、はいはい、V の特訓前です。どうぞ、見たい。あー、かっこいいよ。ね、好き。やばい。いいだろ。ルイ、やばいよね。やばい。やばいよね。本当。やばいよね。かっこいい。かっこいい。かっこよすぎる。下からのアングルがいいですね。わかる。うん。そう。スーツなのよ。ちゃんとベランダかっこいい。そう、嬉しい。ちょっと大人げな感じね。さ、今までのまたこれまた雰囲気が違う。なんで雰囲気変えてんの、素晴らしい。しかも、ルイさんのその髪の毛アップの仕方がちゃんと、そう、ちゃんとね、こだわりがね、すごい。キャラクターへの尊敬が感じられると言いますか、ね、なんと言いますか、感じる。やばルイくんじゃん。そう、かっこいい。最高だわ。やばいんです。ありがとうございます。ありがとうございます。では、そういうことは特訓後も見ていきましょう。お願いします。ね、かっこいい。見れない見れない。もうさ、ダメダメダメ、熱すぎて見れない。やばいんだけど、これどうですか。え、好きです。好きですよね。これイベント報酬ですよね。そうなんですよ。これイベント報酬なの。マジ。え、星4でしたっけ、3でしたっけ。4ですね、うん、イベント報酬なの。いいんですか、これ。え、マジ。本当に。ほらほら、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとかっこいい。そうなんですよ。最高。やば。なんかね、日本刀が光ってていいですね。本当に。本当に。やっぱね、この世界観でしかね、味わえないルイもいたんで。そうだね。ちょっとこの世界線のルイさんに感謝。早く。もうやばいです。見たいストーリーも。もうやばいから。やばい。うわ。もう全てがこだわってましたので、あと、はい、もうリミリン見よう。リミリンも見ていきましょう。特訓前です。こちらです。かわいい。待って、やだ、かわいい。あなたもまんまじゃないの。素晴らしいわ。そう、ジュニアよね。そう、そのまんまのよ。ジュニアが出てきてくれちゃったみたいな感じのね。もうありがとう、ありがとう、本当に。かわいい、かわいい、ジュニアみたいな。どうです皆さん。いや、もう最高です。ありがとうございます、ね、この格好もやっぱりこれじゃなきゃ見れなかったですからね。そう、絶対ガルパではこう、確かに、やってくれないじゃん、こういうなんか、うん、ね、ね、うん、ちょっとね、もう言葉がないんですけど、全員ハマり役、本当、ね、本当にやばい、よいしょ。え、でもこれどうしよう、特訓したらどうなっちゃうんだろう、ね、確かに。じゃあ、リミリン特訓してちょ。撃たれた。これギャップ萌えよ。はい、やばいわ。はい、もう私たちの心も撃たれまくっておりますけれども、皆さんどうですかこれ。いや、最高。やばいですよね。もう何も出ない。言葉がね。もうありがとうございます。ほんと好き。てかもういろんな背景も見れる、こう世界観のさ、それぞれのさ、背景を見るとさ、こうビルがあったりとか、うん、それぞれの場所が違うの。そう、何なの。そう、目のハイライトの入れ方がすごくいい。ね、すごく目がいいですね、これが。すごいことよ。すごいですよ、皆様ね、もうこんな一枚一枚が濃い、ね、ものを見てきましたけれども、はい、本当に迫力のあるイラストでございました。はい、今回の特訓前イラストではアニメで話題になった毎回違うエンディングをオマージュしているそうです、また、イラストごとに雰囲気が変わるようにシーンのピックアップにはこだわったそうです、うん、
そして特訓後のイラストでは戦闘中や戦闘後のシーンを描くにあたってテレビアニメチェーンソーマンの持つ荒っぽくでもスタイリッシュでかっこいい感じを出すために線の塗り方や、顔の作画など今回専用に考えているそうです。だからだこすぎる、ちゃんとそれがもうバン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 伝わってる、はい、とんでもない、素晴らしい、はい、すごいですね。もうね、ポージングとかもねキャラクターらしさが出るようにこだわっているそうなので、うん、ぜひ皆さん注目してみてくださいませ。以上、コラボメンバーのイラスト紹介でした。ではでは続いてはツイッターキャンペーン情報となります。こちらたった今からですね、お見せしたばかりのコラボ特訓語イラストを使ったキャンバスアートが抽選で5名様に当たるツイッターキャンペーンを開催いたします。欲しいね、これ。ガルパ公式ツイッターのフォロー、そしてキャンペーンツイートのリツイートで応募できます。どしどしご応募ください、はい、ただいまよりキャンペーンスタートということで、みんな今すぐガルパ公式ツイッターをチェックして、うん、今すぐリツイートしてね。よろしくお願いします。お願いします、うん、そして続いてはですね、コラボカバー楽曲を発表したいと思います、うん、新たに2つのコラボカバー楽曲が追加されます。それはこちら、ダダーン、コラボカバー1つ目はテレビアニメチェンソーマンの第1話エンディングテーマ曲チェンソーブラッドを、アフターグローがカバーいたします。はい、先ほど紹介したキービジュアルはこちらのカバー楽曲のジャケットになっていますので、うん、ぜひチェックしてくださいね、うんうん、そして2つ目は同じくテレビアニメチェンソーマンの第12話エンディングテーマ曲ファイトソングをロゼリアがカバーいたします。アイバーさん、はい、どうでしたか、レコーディングは。私は多分今までで一番難しかった楽曲なんじゃないかなと思う。ファイトソングは、あとはちょっとね、聞いて楽曲分かると思うんだけど、もう低音、高低がもうすごくって、うんうん、今まで聞いたことのない良きなの低い声が聞けるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんたくさん聞いてください。よろしくお願いします。かっこいいです、うん、はい、いや嬉しいです、嬉しいですね。それではこちらお楽しみに。はい、はいはい、ここからはコラボを記念したキャンペーン情報をお伝えしていきます。まずはこちら、コラボの開催を記念して初回ログイン時にスターを1000個と、音色のクリスタル50個をプレゼントしちゃいます。コラボ開催の、6月30日金曜日の15時から7月の10日月曜日の14時59分までの間で、ぜひログインしてくださいね。うん、はい、そして続いてのキャンペーンはこちらです。コラボ開催期間中、毎日ログインで合計スター1500個をプレゼントしちゃいます。やばい。さらにですね、ログイン中に流れるボイスは今回のコラボのために特別に収録されたコラボメンバーのボイスが聞けちゃいます。本当にここだけ1日1回しか流れないのでお聞き逃しなく、はい、間違ってもねスキップしちゃわないように皆さん気をつけてください。気をつける。ということで、今回のコラボ開催期間中に初回ログインでスターを1000個、コラボ開催期間中に毎日10日間のログインでスターを最大1500個、合わせてスターを最大2500個プレゼントいたしますよ。ありがとうございます。ありがたい。ありがとうございます。はい、皆さんログインお忘れなく。はい、続いてのキャンペーンはこちら、コラボ期間中に開催されるコラボミッションをクリアすることでテレビアニメチェーンソーマンに登場するポチタをモチーフとしたランのコラボライブ 2D 衣装やコラボ限定称号、コラボ限定ピンズ、最強のパン、ライブブースト10回復などが手に入ります。ぜひ挑戦してみてください。はい、そして続いてはこちら、コラボ限定交換所の登場が決定しました。コラボイベントで登場する GDS 本部をモチーフとしたコラボ限定の交換所が期間限定でアプリ内に登場いたします。 GDS 本部ではコラボ衣装を着たコラボメンバーが登場、コラボ期間中に獲得できるイベントアイテムを渡すことでコラボメンバーからいろんなアイテムをもらえちゃいます。コラボ期間中にたくさんたくさん遊んでください。はい、続いてはこちらです。ドドン、コラボ期間限定のスキンが登場いたします。コラボの開催期間中のみ設定できるテレビアニメチェンソーマンをイメージしたデザインの特別なライブスキンです、うん、こちらもぜひコラボが始まったら使ってくださいね。はい、続いての情報はこちら、コラボ開催を記念して CM の放送が決定いたしました。ぜひチェックしてみてくださいね。コラボ CM は YouTube 上でも公開予定ですのでお楽しみに。続いてはこちら、
テレビアニメチェンソーマンの一挙再放送が決定しました。7月2日は14時30分からと20時からの2回、7月3日は14時25分からです。合計3回一挙放送を行います。配信はアベマでの配信になります。もしまだテレビアニメチェンソーマンを見たことがないよという方がいらっしゃったり、また見たい、たくさん見たいという方、ぜひ見てくださったら嬉しいです。はい、というわけで今回発表したコラボ情報をまとめました。こちらです。はい、コラボ開催日は6月30日金曜日からあと3日です。お楽しみに、その他のコラボ情報もガルパ公式ツイッターにて順次公開予定です。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ではでは続いての情報はこちらです。重大発表、ここからはですね、このお二人が来てくれています。バンドリーガールズバンドパーティープロデューサーのユダさん、コンテンツプロデューサーの沢村さんです。よっよっ、レギュラーユダ、レギュラーでは、はい、ガルパのプロデューサーをしておりますユダです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ガルパのコンテンツプロデューサーしております沢村です。よろしくお願いします。お願いいたします。なんとも皆さんも気になってますけど、今日は重大発表があるとのことなんですけども、はい、そうなんですが、まず、説明させていただく前にこちらをご覧ください。どうぞ。迷子になって回り道をして、それでも進む人がいて、何回転んでも迷っても、それでもみんなと一生バンドやりたい。迷子でもいい、迷子でも進め。高松ともりです。昔からちょっとずれて生きていたんだと思う。ちはやあのんです。暗い気分の時は遊びに行くのが一番。付き合ってあげるから、ほら行くよ。カナメラーナ、ギター。早くバンドやろ。長崎そやです。あっちのカフェでお茶にしましょうか。Cの滝です。お前、誰？ともりになんのよ。はい、動画でも、発表がありましたが、6月29日からアニメ放送が始まる、迷子ですが、ガルパ内にも登場することが決定いたしました。はい、改めてスライドの方をお願いいたします。はい、こちらですね、2023年秋頃に迷子がガルパに登場し、ゲーム内のイベントやガチャにも、登場し始めます。はい、はい、いやもうついに、ね、ついに、はい、ねえ、待ってましたけども秋か、はい、になりますね、あっという間ですね、秋、うん、そうですね、うん、秋ということで、もうびっくり、はい、みんなコメントも、うん、わーってやったね、来るか、よい、ね、そうなんですけども、うん、ここでなんと改めまして迷子の皆さんに来てもらいました。はい、ではでは改めて自己紹介よろしくお願いします。はい、迷子のちはやの役、立石凛です。よろしくお願いします。よっ、カナメラーナ役の青木ひなです。よろしくお願いします。よーい、長崎そう役の小日向美香です。よろしくお願いします。よーい、よろしくお願いします。先ほどね、一部の時も出ていただきましたけども、はいはい、実はちょっとね、やっぱ内緒だったんでガルパのパートでも来ていただきました。よろしくお願いします。はい、ではでは迷子について簡単に紹介していただきたいと思います。ではひなぴよ、よろしくお願いします。はい、まず迷子とは2022年4月29日にバンドリから生まれたリアルとキャラクターが同期するバンドでございます、うん、活動開始当初はキャラクターの名前とパート、楽器のパートのみ公開され、私たちキャストは非公開のまま活動しておりました。それから約1年の活動期間を経て、2023年4月9日のフォースライブにてキャストを公開いたしました。
ボスライブはですね、ステージに薄い幕が貼られており、そこにプロジェクションマッピングとかがこう映し出されていたんですが、うんうん、私たちはシルエットだけが見えている状態だったので、うん、こうキャストが公開されるときは幕がバサッてこう落ちまして、その時に初めてキャストの姿がもう見えるという演出になっておりました。すごく私たちも心に残る、素敵な思い出に残るライブだったんですけど、うん、みかちゃんなんかどうだった？なんか幕が降りた瞬間とか。いやはい、私見てたんすよ。おお、あ、来てくださってたんです。超感動し、まあもうそれはね1年間ね、うん、言えなかったっていうのもあるから、ね、すごい感動のシーンだったんですけど、見てるこっち側もなんかうるうる来ちゃうぐらい感動の波でした。私配信で見たんだよね。ありがとうございます。最後の最後ら辺だったよね、あの配信で、はい、でみんながこの1年、はい、内緒にしてた時の思いをさ、みんな5人が語ってて、うん、1年黙るって大変だよね、うん、1年黙るは大変だよ、言っちゃう、言っちゃう、言っちゃう、危ない危ない危ない、準備期間が長いっていうね、うん、でもね、その分やっぱ言えた時の解放感っていうかね、うん、本当にファンの皆さんもだってすごかったでしょ絶対、ね、そうですね、とっても喜んでくださって、私たちもとっても嬉しかったです、うん、そんな心に残るフォースライブでございました、はい、そして6月29日より、あ、29日よりバンドリプロジェクトのアニメ新シリーズバンドリいつ迷子の放送で、キャラクターたちがいよいよアニメーションとなって動き出します。もうすぐでございます。それでは早速簡単にアニメのあらすじを紹介していきたいと思います。ミカちゃんお願いします。はい、私からアニメのあらすじをご紹介します。一生バンドしてくれる。高一の春の終わり、羽岡女子学園では誰も彼もがバンドをしており、遅れて入学したアノンも早くクラスに馴染めるよう急いでバンドメンバーを探す。そんな中、羽岡の不思議ちゃんであるともりがまだバンドを組んでいないと知り、アノンはなんとなく声をかけるが、傷だらけで不格好な私たちの叫び、迷子でもいい、迷子でも進め、というのがアニメのイントロダクションになります。なるほど、すごい、なんか気になることだらけ、ね、一生バンドしてくれるってなんかすごい、結構なんかプロモーションだよね、すごいね、ドキッとしちゃう、ね、はい、そうだよね。あと羽岡の不思議ちゃんなんだね、ね、羽岡さんたちと同じ、そう、あ、そうだね、私羽岡だよね、ね、後輩ちゃんだってこと、だって、あ、卒業式、そう、入れ違いか、入れ違いなの、わお、入れ違いなのか。なるほどなるほど。アコだけどね。アコはそう、アコとだから一緒だけどね。そう、アコは羽岡にいるから。うん、気になる。そんな感じで、ね、はい、どんなストーリーになっていくのか、ぜひアニメを見ていただけると嬉しいです。イントロダクションにも名前が何人か出てきましたが、皆さんも気になるキャラクター紹介に移りたいと思います。はい、それじゃありんちゃんお願いします。はい、それでは早速メンバーについて順番にご紹介させていただきます。まず最初のメンバーはこちら、ボーカルの高松ともりちゃんです。うん、羽岡女子学園の高校1年生、物事の感じ方が周りとずれている羽岡の不思議ちゃん。気に入ったものを集めるのが好きで、道に落ちた石や葉っぱをよく拾っていますということで、とても不思議な名前の通り不思議なんですけど、マシロちゃんと仲良くなれそう。本当確かに政治家似てるかもしれない。この方がいいよみたいな会話とかしてほしいですね。勝手な妄想しちゃいました。でもね、ふわふわってしてる感じがする。癒し系の感じ。うん。それこそマイナスイオン。そうそうそう。ねえ、とても癒されるキャラクターでございます。はい、はい、そして続いてはこちら、私が演じるギターの千早あのんちゃんです。うん、羽岡女子学園の高校1年生、うん、成績優秀でコミュ力と行動力があり、中学時代はクラスの人気者で生徒会長も務めていました。ミーハーな性格で流行っているものに手を出しがちというような、え、すごくない？あらあら、なんかトウコちゃんと仲良くなりそうだね。確かに、うん、ちょっとギャルっぽさが、頭の良さだけが違うかも。成績優秀、うんうん、ぜひ勉強教えていただきたい。そうですね、ギャル同士って言ったらあれだけど同じギターですもんね。そうですよね、ギターで
コミュ力あり同士なので友達になりたいですね。リサさんとも友達になりそう。なりそう。本当だ。これはどういう陽キャ系？陽キャ？陽キャ？ギャル、ギャルって言って。陽キャ系？陽キャ？陽キャなのかな？陽キャですか？陽キャね。陽キャ。はい。陽キャ。次他にもまだねいるんだよねバンドメンバーね。続いてはこちら。同じくギターのカナメラーナちゃんです。すごい名前だ。ライブハウスリングに神出鬼没に現れるエキセントリックガール。ギターの実力はかなりのもの。好きなものは好き、嫌いなものは嫌いとはっきりしている。抹茶が好きという風で私のキャラクターでございます。すごい、はい、最後に抹茶が好きヴィンテージ系のギター使ってるの。そうなんです。よくよく見ると結構ね、塗装が剥がれていたりとか。網、タイツだ。お金持ちなのかな。ちょっとこの子も不思議ちゃんなキャラクターになっております。不思議ちゃんでもいいね。ちょっとユキナと話してほしい感じ。ああそうなんです。ラーナちゃん猫ちゃんが好きなので、はい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 、お話ししてるとことか見てみたいななんていうふうに。そうです。別にユキナが猫好きかどうかちょっとわかりませんけど、わかりませんけどもちょっと話し合うかもしれないですね、もしかしたら。これは髪色も一緒ですかね。ほんとだ。じゃあ次のメンバーぜひ。はい、続いてはこちら、ベースの長崎そよちゃんです、うん、月の森女子学園の高校1年生、吹奏楽部でコントラバスを担当しています。いつも穏やかな雰囲気のお姉さん的存在。誰にでも優しく周りから頼られることが多い。考え事をしながら指先をいじる癖があるとか。月の森、はい、月の森です。すごいじゃん。よろしくね。うちらのこと知ってる？全然知らない。先輩だけど。でもさ、銅像あるっぽいんだけど。お姉さんの雰囲気がすごい上品な感じでいいですね。ママキャラでございます。ママキャラなんですね。ママキャラ。ママ、ね、面倒見てもらおうかな、後輩に。なんか分かんない、名前から影響されてるか分かんないけどさ、なんかそよ風みたいな感じでさ、なんかこう、わーって風がすごい。でも吹いてそうなイラストですよね。爽やかな名前ですね。ねえ、ゆるふわな感じで、かわいい。はい、はい、そして最後のメンバーはこちら、ドラムの椎名滝ちゃんです、うん、花咲川女子学園の高校1年生、うん、一人でいることが好きな一匹狼、うん、ライブハウスリングのスタッフとしてアルバイトをしているが接客は苦手。そしてともりちゃんに甘い、うん、4つ上の姉がいるということで、口を開けばともりと言っているようなキャラクターですね、うん、ちょっとなんか拳で語り合う系女子かなと思って。本当にね、ぽいよみたいな。ちょっとあの話合いそう。なんかあのランちゃんとか、確かに話合いそうですね。確かに、そっちの系統かもしれないね。ボクロがいいですね。そうなんです、ラッキーボクロがある。あ、本当だ、かわいい。ということで、はい、すごくね楽しみなんですけども、はい、いや新しいバンドがね入ってこうよりガルパがどん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 盛り上がっていくんじゃないかなと思うんですけども、迷子のさ3人もさガルパに入るよって聞いた時はどうでしたか？いや嬉しかったです、率直に。なんか私もずっとプレイしてたので、まさかそれそのアプリに自分のバンドが入るだなんてっていうのですごく嬉しかったです。そうですね。だってこのキャラクターたちがまたこのガルパを通じてそれぞれのバンドのキャラクターと本当どう絡んでいくのか気になるね。めちゃめちゃ気になる。そうだね、だって大学生組とかはさ本当なかなか接点がね、そうだよね。でもさリングのスタッフとしてアルバイトしてたりねするから、なんかこうすれ違ったりとかするのかなとか。楽しみね。ね、楽しみです。後輩もいるしね。先輩になりたいんで絡むかな。ね、今日はね5人中3人しかねちょっと来れなかったんですけ ども今回はですね高松智美役のヨウミヤさん、そして椎名滝役の林さんからもなんとビデオメッセージが届いた。どうぞ。皆さんこんばんは。迷子でボーカルを務める高松智美役のヨウミヤひなです。はい、迷子のドラム担当椎名滝役の林ここです。はい、なんと迷子がガルパに2023年秋に登場するとのことで、本当に嬉しいですね。ありがとうございます。どうです？私は、スマホのリズムゲ
うん、初めてプレイしたのが、うん、バンドリのガールズバンドリーパーティーだったの、うん、だからあもうゲーム自体がそのリズムゲー自体がガルパが初そうそうこのリズムゲーム初めてすごいそうだからすごい記憶に残ってるし、うん、なんか楽しかった思い出とかもあるから、うん、なんか今こうやってお仕事をして携わらせていただけてるのがびっくりうん、そうだよね、うん、なんかね今まで の, そのカルパに登場する先輩方と私たちメンバーがどう関わっていくのかみたいなのをですねちょっと私は個人的にすごく楽しみにしておりますよ、うんうん、じゃあ皆さんもねそんなところに注目しながらぜひ、まあ、今までと変わらずね、うん、愛していただけたら嬉しいなって思います。まずは、いつもプレイしてくださっている皆さん迷子の登場ということで今どういう風に受け取っていただいているのかなとかこういろいろ私の方でも溢れる思いとかがあるんですけれどもきっとすごく大切に、向き合ってくださっている皆さんだからこそいろいろ抱かれる感情もあると思います、私は何かこう一つ言葉をかけられるものはないのかなとは思うんですけれどもその一つ一つのメッセージをしっかり見て、私は受け取らせていただけたらなと思います。もし、迷子も愛してくださるという方がいらっしゃいましたらぜひ、迷子もお仲間に入れていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてガルパに登場する前にもっと迷子の魅力を知っていただければと思いますので6月29日木曜日の22時よりアニメバンドリイッツマイゴーが、放送いたします。そちらもご覧いただけますと嬉しいです。以上迷子のボーカル担当高松と森役の四宮ひなと迷子のドラム担当椎名滝役の林ココでした。バイバーイ。はマイナス系イオンバンドなの？マイナスイオン系ね。マイナス系イオン。マイナス系イオンって何？難しいこと言おうとしてる。ハイライブじゃん。マイナスイオン系バンドですよ。マイナス4ふんふんみたいな感じなのですごい癒されております。はい、ね、いいですね。ねえ、なんかさみんな黒髪でいいね。あ、本当だ。確かにそう、そしてすごい清楚感あふれる。それもあるんだ。ねえ、いいね。いいちょっとその方向性をねちょっと保っていきたい。マイナス4系、ね、はい、ということで、はい、ガルパに登場する前に迷子のアニメの放送開始とのことでこれからね、どんどん楽しみなんですけども、はい、続いてはこちらです、うん、はい、僕から説明させていただきます、はい、アニメの連動キャンペーンとして、無料10回ガチャと、スターがもらえるログインキャンペーンを開催いたします、うん、無料ガチャはアニメの最新話が放送されるごとに引くことができまして、うん、最大13日分、つまり合計130回分の、ガチャが引くことが、ガチャを引くことができます。ありがとうございます、はい、で基本的に1週間に1回というか10回ずつ、引ける形なんですけど初回放送はあの3話あるということなので特別に3回分、弾けますので嬉しい。ありがとうございます。ぜひあの初回も、楽しんでいただければと思います。はい、はい、そしてさらにあのログインキャンペーンでは、合計スター3000個を、プレゼント、いたします。こちらも、アニメの放送ごとのプレゼント、となりまして、初回は500個で以降は、250個ずつ、受け取ることができますので、アニメを見ながらガルパもぜひログインして楽しんでいただければと思います。はい、これも盛りだくさんということで、ね、楽しみでございます。ログインしなければ、うん、ではでは続いてはこちら。はい、こちらも僕から、ご説明させていただきます、迷子の、アニメで披露される楽曲、も、バンドとしての追加に先立ちまして、先行追加させていただきます、本日、23時30分、あともう40分後ぐらいですかね、はいはい、に、オープニングのひとしずくが、ガルパに追加されます。やったー、はい、しかもこちらの MV も同時に、追加されますので、あれだよね、3D MV じゃなくてあのオープニングの、そうですね、オープニングの映像が、追加されますので、ぜひ、楽しんでいただければと思います、うん、続いてはこちら。
忙しいね、はい、初めて続いてはこちらっていう、はい、さらにあのエンディングのしおりにつきましても、放送後の6月29日の23時半に、追加されますので、こちらもぜひ、楽しんでいただけたらと思います、うん、はい、はいはい、そしてひなぴよ、何かありますか、お知らせ、はい、違うな、嘘、りんちゃん、りんちゃんでしたりんちゃんでした、はい、それでは私たち迷子のメンバーからアニメの放送情報をお伝えします。バンドリプロジェクトのアニメ新シリーズアニメバンドリイッツ迷子がいよいよ今月6月29日木曜日22時から放送開始となります。なんとなんと初回放送は東京 MX とアベマにて1話から3話の一挙放送が決定しておりますので、ぜひぜひお見逃しなく。さらに4話以降はアベマにて22時半から30分先行配信を行います。その他各局や配信サイトでもご覧いただけますので、詳細はホームページをご確認ください。はい、さてね、曲も実装されるということだし、うんうんね、アニメもね、はい、スタートするということなんでね、うんうん、もう本当迷子ちゃんがどんどん楽しみですね、うん、秋にかけて、ねね、はい、皆さん絶対チェックしてください。はい、では最後に番組からのお知らせです、はい、あさって6月29日のバンドリ TV ライブはなんとなんとスペシャル放送です。20時から22時までたっぷり2時間お届けします。パート1ではハローハッピーワールド、セカンドアルバムスマイルオンパレードリリース記念スペシャルと題して、ハローハッピーワールドから鶴巻心役の伊藤美久さん、北沢はぐみ役の吉田優里さん、松原香音役豊田萌さん、そしてミシェル役、奥沢美咲役の黒沢智代さんが出演されます。そしてですね、パート2からはアニメバンドリいつ迷子初回スペシャルをお届けします。ポッピンパーティーから富山かすみ役のあゆみさん、そしてなんと迷子5人が揃います。 TV ライブで揃うのは初めて。ねえ、いやすごいじゃん、あいみハーレムじゃん、ね、えやったね、新たな、ね、え新たな、どうですか3人5人ね揃うで、えだからこいちゃん初ってことだよね。そうです、初めてです。あら、ね、はい、どうですか5人揃って TV ライブ。うん、でもあの楽しみですし、うん、アニメを盛り上げていけるように頑張りたいなと思ってます。うわー、はい、偉いよ、すごいかっこいい、素晴らしい、ね、すごい、コメントはあゆみさんハーレムハーレムハーレム、ということで皆さんね、初めて5人が揃う、迷子の5人が揃う TV ライブ、絶対皆さん見てください。はい、豪華なメンバーが大集結のバンドリ TV ライブ2時間スペシャルはですね、あさって6月29日20時からでございますので、お見逃しなく。以上重大発表でした、はい、イエーイ。はーい、お送りしてきましたバンドリガルパの夏の大発表会2023、そろそろエンディングのお時間でございます。はい、皆さん長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。コメントもしかもトレンドも1位追加をね、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとね、放送が終わってもぜひぜひ、ね、見に行きますよ、つぶやき続けてください。沢村さん、なんか喋りました？喋りましたよ動画の振りをしました、動画の振りをあちらをご覧くださいっておっしゃってましたよね。今日だってね、振ったこととかないのに今日初振りって言ってましたもんね。僕も喋りましたね、うん、次からはちょっとね、平等にね、喋っていただきましょう。ねえ、でも情報盛りだくさんでしたよ、ね、コラボが楽曲、まいごちゃんの追加、めちゃめちゃありましたけどもね。はい、では最後にですね、一人ずつ視聴者の皆さんにメッセージを言っていきたいと思います、はい、ではまずは私から。はい、改めまして、みなとゆきの役のあいばいのです。まいごちゃんの追加も決まりましたし、私の単位なしなし、今年のガルパも情報が盛りだくさん、イベント盛りだくさんということで、まず私個人からとしてはですね、夢の決勝のCD が発売するということで、ぜひね、あのユキナと、ローズちゃんがこう一緒に楽曲を歌ってるというのもよろしくお願いいたします。そしてこれは言うとかないか、ライブハルベでございます。ハルベね、見に来てね。ハルベ、これなんだ、言ってたよ、せーの、ハルベ見に来てね。おー、グーされた、よろしくお願いします。では工藤春、はい、氷川さん役の工藤春香です。そうですね、コラボがいろいろ発表されました。さよ、そしてマキマとしてね、いろいろストーリーでいろいろやってますので、まあこれに関しては本当にぜひガルパにログインしていっぱい遊んでストーリーを読み込んでもらいたい。うん、ね、まあこの後ね、おひなさんが熱いコメントをしてくれますので、私はこの辺でみんなおやすみ。なあ
イエイ。はい、改めまして倉田の白くじんだあまねです。そうですね、ガルパお嬢として、ガルパのエキシビジョンバマッチ頑張りたいと思います。ユダピーさんに負けないようにね、うん、もう毎日ガルパやらねばと思っております、うん、そしてね、モルフォニカのツアー、あ、モルフォニカのツアー、モルフォニカです。せーの、来てね。よろしくお願いします。はい、キルガヤ東海役すぐさひなです。パワーでーす。イエーイ。はい、コラボチェーンソーマンとね、コラボさせていただくということで、なんか工藤さんからねちょっと振りが怖かったんですけれどもでも本当に嬉しかったし、かつですね、もう本当にストーリーがたまんなく、このガルパで見たことがない世界が本当に待っておりますので、ぜひねログインして読んでいただきたいって思いますし、もうイラスト全部集めなさい。絶対に集めなさい。ありがとうございます。いいお返事ありがとうございます。マジで食べるぞ。はい、ガチャガチャありがとうございました。ガチャガチャ。はい、レイ役のレイチェルです。いや本当盛りだくさんでしたね、うん、まあ、レイマンスリーとしては明日新曲がリリースされるということで、大事大事、皆さんぜひCD ゲットしていただけたら嬉しいです。そして11月の5日、うん、レイで12th live ありますからね、皆様ぜひ遊びに来てください。新曲やばいよ本当に。5曲ですからね。ぜひぜひ遊びに来てください。またツイッターでね、もう一回どんな情報があったか私もおさらいしたいなと思います。今日はありがとうございました。はい、迷子千早の役の立石凛です。迷子がガルパにいよいよ実装されるということで、私たちもいろいろ頑張って音声収録したりしてきたので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。そしてアニメもあさって29日から始まります。そちらもぜひたくさんの人に見ていただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。改めまして迷子カナメランの役の青木ひなです。本日はご視聴いただきありがとうございました。ガルパに実装されることが発表させていただきまして、こう迷子を知っていただくきっかけがまた一つ増えたことがとっても嬉しいです。なので迷子でこうガルパで迷子を知っていいなと思ったらライブに来てほしいですし、アニメも見てほしいですし、もう迷子のことが好きだよって方もガルパでいっぱいこれから遊んでほしいなと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。改めまして長崎製薬の小日向美香です。改めて、ずっとプレイしていたガルパに小迷子が実装されることがすごくすごく嬉しいです。また、これからアニメやライブなども盛りだくさんなので、先輩方の背中を追いかけて迷子を一度頑張ってまいりますので、これからもよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとう。はい、ということで、ではあ、はい、そうですね、はい、はい、プロデューサーの枝です。はい、まあ、そうですね、皆さんおっしゃってくださったようにガルパとしても非常に展開も、様々用意というか発表できましたし、バンドリの方も、ライブだったり、いよいよアニメも始まりますので、ぜひ今後ともバンドリおよびガルパを、応援していただけたらと思います。うん、はい、僕自身は神道さんに負けないようにそうだ、頑張ろうと思います。バチバチじゃないのよ。はい、頑張りますので、皆さんも今後とも、よろしくお願いします。以上です。はい、ガルパのコンテンツプロデューサーの沢村です。本日もたくさんの、視聴者の皆さんに見ていただきましてありがとうございました。本当にガルパとしても今日たくさんの情報を発表させてもらって、あさってからアニメも始まりますし、3日後からはコラボも始まりますので、また、ね、夏の楽曲追加もたくさん発表させてもらって、本当にまたこの夏に向けて、夏、そうですね、ガルパも走り抜けたいと思いますので、皆さんもたくさんたくさん楽しんでいただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。はい、というわけで皆様、あっという間にお時間でございます。長い時間本当に本当に最後まで見ていただきありがとうございました。今後もバンドリそしてガルパをよろしくお願いいたします。ではでは、また必ずお会いしましょう。バイバイ。全部見てね、やってね。バイバイ。